新しいハンターだね。俺たちと一緒に来るんだろう。え、いや、そういうわけじゃないけど。なんだ、つまんねえの。まあいいや。俺、演歌食ってんだ。よろしくな、ハンターの兄ちゃん。あんたもさっきの奴らの仲間か。ん？そのペンダントは。なんだガッシュの仲間か。わしはまたさっきの奴らかと。なら話は別だ。とりあえず座ってくれ。クレイメンか。ガッシュのやつ、たまに誰かよこしたと思えば、いつも面倒を持ち込みやる。まったく。クレイメンかどうかは知らんが、それらしいのなら3日ほど前に来た。本当に？薬や武器を強奪して生きよった。皆が殺気立っておるのは、そのせいだ。奴らなら北へ、禁止区域へ向かっていったよ。禁止区域？この北に重力の嵐が吹き荒れてる地域がある。9世紀の遺跡があるらしいんだが、自由に飛行することが難しくて、帝国軍も近づけない。噂じゃ見たことのない恒星生物も出るらしいんで、禁止区域と呼ばれておる。まあ、放っておいたって、奴らも恒星生物どもにやられるってことだ。それでも僕は行きます。クレイメンにせめて一撃でも加えたい。わしらにも事情がある。あんたをそこへ連れて行くことはできんが、まあ、できる限りのことはしよう。バイカにとっておきの武器を売るように言っておく。やつなら、9世紀のことも多少は知ってる。見た目はともかく、中身は頼りになるやつだからな。ありがとう。礼はいい。ただ、もし生きて帰ってこられたら、禁止区域で拾ったものをわしらに売ってくれんか。武器や薬が足りんのだ。申し遅れたが、わしの名はアンユーだ。ここには気軽に立ち寄ってくれ。ただし、面倒は持ち込まんでくれよ。
わしらもあんたの事情には口を挟まん。よう、新顔だな。取引に来たのかい？俺、ラウルってんだ。ここの雇われハンターさ。なん。
なんだあんた。大家の家内の甲です。よろしくね。すいません、仕事があるので。うちの父ちゃんもハンターなんだ。兄ちゃん、うちの兄ちゃん、一人で、
侵入者の存在を確認。警戒レベルを1に移行します。移行確認。上空への転送装置を確認します。Okay.
Thank you.
転送装置の封印が強制解除されました。再起動を実行します。
面艦隊。追いついた。ドラゴン型恒星生物を確認。何？そんなバカな。ガンモエン、各員第一種戦闘配備。
急げ。副砲、充電完了しました。よし、高度を下げろ。クレイメンは、奴はどこだ。ふん、愚か者め、私はおとりに過ぎん。閣下は今頃とうに。お前はあの時の、よくここまで追ってきたものだ。だがそれもここで終わりだ。あとは彼女か。彼女？あ、
狙え。目覚めていないのか。仕方がない。
の…私たちはゾア。お前、
解放区まで来ないと。ここには。さっさ。
ああ、帝国っていや聞いたか、黒い空中船。そいつをやるから、あとは本人構成生物の、ここに流れてきた連中、なんか用か？ないなら俺に構わんでくれ。この絵、もともとあなたのものだったって聞いたんだ。それで、この絵の遺跡、塔について教えてほしいんだ。絵だって？バカ野郎、そりゃそんな陳腐なもんじゃねえよ。塔師版って言うんだ。それぐらい勉強してから来い。これだから外の連中は。それなら聞いたことはあるよ。9世紀の記録機械だろ。見かけない顔だな。ハンターか？シーか？まあね、そんなところだ。で、塔がどうとか言ってたな。あの遺跡がどうかしたのか？塔の場所を探してるんだ。何かあなたが知っていることがあれば教えてくれないか？おい、そんなこと聞いてどうすんだ。あれは俺が発見したんだ。要するに俺のもの。あんたに教える義理はないね。
んたの出方によっては教えてやらんこともないけどな。あんたハンターだって言ったよな。なら禁止区域の北ゲオルギウスの話を知ってるか。いや、物を知らねえな。そこに行けば9世紀の機械があるはず。ほら、そういうやつだ。見ての通りこいつを修理してるんだが、部品が足りなくてな。あそこはまだ人が入ったことがない。空中戦の部品もあるだろうぜ。ま、あんたがそれを取ってきてくれるんなら、どの場所を教えてやってもいいぜ。んじゃ、よろしく。早いとこ頼むぜ。
Yeah.